かな。ちょっちょろっちょろ。こんにちは。Facebook ライブで、ちょっと今日はですね、いちごコレクションをちょっとだけシェアしたいと思います。ちょっとこっちで夜なのであんまりよく見えないかもしれないけど、ですね、なんかちょっともうあんまり準備してなかったんでちょっとダラダラなんですけど、全然ですね、綺麗にディスプレイとかほとんどしてなくてですね、私のお友達の皆さん、いちごコレクターの人のお家、すごいみんな本当綺麗なディスプレイしてるんですけどもね、ちょっとうちは、あ、ちょっと待って、消す。あまり綺麗なディスプレイになっておりませんが、ちょっともう片っ端からいろんなものを映して、とりあえず見てもらおうかな。なんて、あと暗いですね、やっぱりね。ちょっと待って。これとか、だいたいね、日本の方にはもう見たことあるようなものが結構多いと思うんですよ。とね、これ私のお宝がですね、よいしょ、このコースター見えるかな。これペーパーナプキン立てみたいな感じで、結構これお気に入りなんですけど、黄色と赤2つずつ、なんかネットで見つけて、これ一番のお気に入りですね。ちょっと待ってね。でこのコースターが、インスタにも載せたんですけどね、これかなり可愛くてですね、やっぱちょっと暗いとあんまり綺麗に映んないな。今こちら夜なんで、今こちら、アメリカのインディアナ州のブルーミントンっていう町なんですけど、今夜11時15分に開始しました。いちご、一応日本は1月15日ですよね。いちごデーのいちご時間にやろうと思ってこちら11時15分開始、日本1時15分開始みたいな感じで始めてみたんですけど、これがなんていうの、お揃いのコースターです。これが結構お宝です、私。でこの辺はやっぱり日本の人にはね、あんまりあれよね、これは全部日本の缶ですね。あ、これはフロリダストロベリーフェスティバルの、ミルクシェイクじゃない、いちごシェイクか、いちごシェイクのカップです。これは、どなたか誰かにプレゼントでもらったのかな。こう海外のやつですね。で
も結構だから、これインドネシアのいちごグループのリンダさんっているんですけど、リーダーの人、英語が話せる人なんで、インスタでつながって、これねインドネシアから送ってもらったんですよね。日本のグループの方にまとめて送ってもらって、私も後からゲットしたんですけどね、もらったんですけど、これ結構この缶いいですよね。これはヨーロッパかな、ヨーロッパで、こっちは日本ですね。で、あとはね、もうこの棚はですね、だいたいこの辺は皆さん日本で、これね、秘密のいちごみこいさんの日本で作ってる会社のですね、じゃーん、番号です。これじゃんじゃじゃん、こんなん、あれちょっと待って、これってちょっとやりにくいな、これあれだ、いちごドキュメンタリーにも出てきたバングルです、いちごバングル、じゃじゃーん。で、結構これはミニチュアいちごカーディガン、私に編んでくださった人がいましたですね、プレゼントもらっちゃいました。この辺はこんな感じ、なかなかですね、整理がなかなかできてないのでね、全部結構突っ込んである感じですけど、このなんかメタルのいちごとか結構ね気に入ってます。これは帽子、これはねフロリダのいちごなんていうか農協みたいなね、ストロベリーアソシエーションっていうところから、なんか私のインスタ見てなんかねストロベリーフェスティバルを紹介してたんですよね。そしたらなんかね箱でドーンとねプロモーションのに商品で、これもその一部なんですけど送ってきてくれて、いただいちゃいました。これ帽子ね、野球帽ですね。そう、これこの結構メタルも気に入ってる飾りかな、なんですけど、ね、日本の人に珍しいのってね、そんなにないかもしれないね。なんかみんな持ってるやつばっかりだと思うんですけど最近のあれかな、最近もらったやつとか、あ、これはなんだっけ、ショップキンズのいちごちゃんたちで、でマグがこの辺ね、今日ミステリーツアーっていうことでですね、自分でも何がどこに入っているかもうよく覚えてないっていう、このカップなんかも綺麗になんていうのかな、こうマグカップの棚みたいに、ここかわいいでしょ、箱マグカップの棚みたいにね、ずらーっと並べて綺麗にディスプレイしているいちご友達さんがいるんですけど、全然そういう棚がまだ全然調達できておりません。この黄色いの結構好き、これはフロリダのストロベリーハウスの建物なんですけどね、これねいちごどこにもないですよちょっと残念で、残念だったのでストロベリーハウスっていうベッド&ブレックファースト、ちっちゃな民宿みたいな感じですね、日本でいうと。でこれ何にもいちごついてないじゃないってオーナーの人に言ってオーナーブレンダーっていうんですけど、でこっち彼女が後から作りました、いちごつけてって言ったらね、これをつけて、フラリダの、ストロベリーハウス B&B ベッド&ブレックファーストっていうところがね、プラントシティっていう町にあるんですよ、フロリダの。今はもうオーナーさん変わっちゃったんですけどね、これ最初こっちのマグだったのに
いちごつけてって言ったら彼女がこっちにしてくれたっていうちょっと思い出の品なんですけど、あとなんだ、奥の方に入ってるのはね、これ可愛かったけどね、これ割れちゃったの。じゃーん、割れてしまいました。これの黄緑もと、あと白があるのかな。お、これは誰かにいただいた、なんだっけ、ピアスとかつけるやつ。これはマグカップ、ストロベリーとベアで、ストロベアとか言って、なんかすごい可愛いので、お、ちょっと見にくいかな、わ、可愛いでしょ。あとは何があるかな。奥の方にはこんなのとか、これをストロベリーフェスティバル、プラントシティ。ストロベリーフェスティバルはプラントシティの、フロリダプラントシティのストロベリーフェスティバルはすごく大きいんです。で、歴史もあって結構80年以上かな、もう結構かなり80何年ぐらいの歴史があってですね、大きなストロベリーフェスティバルなんですよね。でそこに何回か行ったことあるんですけど、あとカップなんだろうな、これで、これミルクカップ、ミルクマグ、マグはね、もっとあっちにあるのかな。カップとかが奥の方にこんなのが入っております。この辺は、あ、さやちゃんこんにちは。見てくれてる、ありがとう。この辺さっき写したけど、結構これとかお気に入りですね。で、うちのこの鳥ちゃん可愛いでしょ。いちごに乗っかってるんだよ、鳥ちゃんが。そしてうちの仏壇です。これはお正月用にガラスの、あのいちごのお餅、これも日本からです。ちょっと大きないちごの飾り、地蔵さん、いちごのキャンドル、上にはこういう人たちが乗っかっております。それではですね、あとはね、大きな、大きな方の、ちょっとこれね、電気、キャビネットにね、電気がね、ライトがつくんだけど、ちょっと電球切れです。この辺が結構メインのコレクション。最近これなんか結構最近のお気に入りですね。これあれかな、コメント入ってる、これって消せるのかな、ちょっと見にくいですよね。そう、これでしょ。これも結構このティーポット感じでしょ。そしてですね、次がこんなんで、このでっかいパイ皿ね、結構ちっちゃいやつ。これ白いいちご、これはフロリダのストロベリーフェスティバルの時に買ったやつかな。でこちらは、これ結構ミニチュアの、ミニチュアいちごカップとか、ストロベリーなんだっけ、ショートケーキちゃん、これミニチュアカップですね。お鍋とか、あ、こ
こんにちは石亀さんありがとうございます、こんなこれがキャビネットですけど、そしてですねちょっとねこの中に何が入ってるのかなってもうね本人最近全然見てないのでいろんなものが結構入ってるんですけど、暗いですねやっぱしね。ここにはいちごシールとかいろんなものが、いちごのシールとか結構いろいろあるんだけど、これでしょ、あこれはいちご仲間のアンナちゃんがの、手作りステッカーです、ショップがありますよ、またそういうあのリンクとかね、あの後から動画編集したら、リンクとかも載せます。これはこの小さいのしかないんですけど、これすごくあのなんだってあのなんていうのハンドカットで作ってて、もう大きいのやら もっとすごいいろんな可愛いデザインがあるステッカーショップです。アンナちゃんの買えます。これいちご電車和歌山の行った時に買ったやつ。これも結構いちごシールで、なんだろうな、もうなんかいろいろごちゃごちゃ入ってますあ、ようこさんこんにちは、見てくださってるなですね、この辺はもうねなんかね奥の方に何があるのかなってもう本人も分かってないっていう、いろんなシールとかが入ってますけど、これトランプね、なんだっけ、これもシール、バンドエイド、いちごのバンドエイド、チャラなんだこれは、何でしょう、何が入ってるのか本人覚えてなくて、エビーニャのいちごエビーニャのメモ帳出てきましたこのいちごうさちゃんはうちの娘が作ったやつ、あとこれなんだろう、これハンコ、あスタンプ、あこれもあった、これもアヌちゃんのねあの手作りステッカーで黒のいちごですね。これもういろんな色があるの、白とかもうカラフル、黄色とかもあるし、ね、なんだっけな、これがあるの、これ、あちょっと見て待って、これ何レンジャーだったっけ、これなんとかレンジャーっていうのがあるじゃないですか、それのねなんかねフルーツテーマだったやつがあってね、その時にねいちごパワーとか言って、あれこれどこ押すんだろう、押し方ももう覚えてないや、あれこうか、ほら開くでしょ、どこ押したらいいのこれ、チャイいちごこれどうやんのまさきこれどこ押すんだっけ、あれいちごパワーとかって言うんだけどさ、わかんないちょっと押して、おー、sorry つまいさんえプチを赤いところか、おー、はい、あとこれなんか光らないね、それそれ飛ばす、ちょっといちごパワーもう一丁、はい、シュッシュッとスパークとかこういういちごスカッシュ、ちょっとこれもう一回っていう感じです、いちごって言っております。これはなんだ、これねトランプですね、いちごトランプ、あれ開かない、ちょっと待って片手だとやりにくいな、おこれこれこれね、もうちょっと細かいものをいっぱい、あの
これストロベリーフェスティバルとかのねバッジですね。このフロリダのストロベリーフェスティバルってもう80年以上 の伝統があるやつで、毎年ね違うデザインのイチゴピンとか出るんですよ。これなんか結構レアもの、70周年の時のほらストロベリーフェスティバルのバッジ、ピンか、ピンバッジです。いちごケーキに入ってるの。これは何年、2014年でしょ。これも結構ほら見て、80周年の時のなかなか可愛いでしょ。あ、これ2015年いちごイヤーの時のですね。80周年、もうだけ結構、そしたら85周年とかそんな感じになってる。これも昔のですね。でしょ。これはカリフォルニアストロベリーフェスティバルのバッジです。2015年でしょ。これは2008年。あ、これあのプレゼント何にしようかなと思ったんですけど、もうバッジとか行こうか、ピンバッジとか行こうかな。一応最後にね、これこれプレゼントしますというのをいくつか出します。これもジョインダパーティー2015年のバッジ、そんな感じ。これもこれ2013年ですね。いろいろあります。これはカリフォルニアストロベリーフェスティバルだ。さっきのはフロリダです。これはカリフォルニアです。あとはね、なんだろうな、大体日本の人が持っているやつはあまりあれですね。よいしょ、これ次の引き出しきます。次の引き出し、これもなんか中に何入ってんのか、もうさらになんかバッジが出てきたけど、この辺も全部ピンバッジ、いちごのピンバッジがいろいろ入ってて、これが結構お宝、あのフロリダストロベリーフェスティバルのに行った時に、いちご友達さんと、あのプラントシティのなんていうのかな、アンティークショップあるんですよね、いっぱいね。でそこで見つけたこれね、エイボンのね、あれ、うん、あ、これもプレゼントに入れようかな。これあのエイボンのね、リップグロス、リップグロスのあの空き瓶というのか入れ物ですね。でこれがいっぱいねザクザク入ってたので、みんなでね3人いたのでね、3人で山分けして今残ってるのがこれです。このエイボンのあんまり見かけない、これネットでもあんまり、あの eBay とかでもあんまり出てこないですよ。これ結構レアなので、これ1個プレゼントにしようかな。リップグロスちょっと暗いから見にくいね。うん、結構可愛いでしょ。これ結構レアものです、これじゃあプレゼントに、後でプレゼント、欲しい方は抽選なんですけど、後から、DM ください。メッセージくれたら、お名前で、抽選やります。それで当たったらお知らせしますので、そしたら住所を教えてくだされば、無料でお送りします。これ何でしょう。これはなんだっけ、ポンプの頭にくっつけるやつです。この辺はね、日本から来たのよね、みんなね。だからあんま珍しくないと思うんですけど、これもなんだろうな、これ何が入ってるの、開かない、片手だと開かない。さらにピンバッジがいっぱい出てきました。ピンバッジじゃらじゃら。ピンバッジもじゃあもう後で、あのフロリダフェスティバルのピンバッジとかプレゼント企画で、欲しい方に差し上げます。いろんなのがある。ピンバッジじゃらじゃら入ってるんですけど、
こういうとこ結構、あ、よく映んないな、ボケちゃってる。結構可愛いデザインがいっぱいあります。まあこの、もうこの中すごいことになってますけど、あれかな、日本の人は大体ね、今のこの辺なんかみんな持ってるよね。ですね、あとはですね、これはあの何、お、これやばいな、ちょい、これはなんだっけ、なんていうんだっけ、これポーチじゃなくてあのバッグなんですけど、これカレンダーね、あのこれ昔やっぱりあのストロベリーフェスティバルで、売り出してた地元のグラフィックデザイナーかなんかが作ったいちごカレンダー、これ1月だけどちゃんと12月までね、なんかコミック、いちごコミックみたいな感じでストーリーになってて、なかなか面白いんですよこれ。でこれは私の好きな、カナヘンゼルさんだったかな、フロリダのアーティストです。これはストロベリーバードオンマイヘッドっていうタイトルだったかな、なんか頭にイチゴのどれが乗っかってるっていう可愛い絵でネットで見つけてポチっちゃいました。イチゴ絵画、この辺をいろいろジャラジャラのはやっぱりこれは日本の人にはまあ珍しくないですけど、いろんなチャームとかお守りです。ちょっとこっちに行こうかな、ちょちょ、いちごのお守りね、いっぱいあるんですけどね、どこ行ったかな、あ、いちごのトイレットペーパーあのラッピングがね、いちごになってるやつね。あれ、これこの間なんだっけ、超でかいジャイアントメントス、これ空港、どっかの空港で買ったのかな、この中にあの細いメントスいっぱい入ってるんですけど、ジャイアントメントスで、あ、この間もインスタに載せたんですけどこれね、じゃじゃーん、ジャイアントチュッパチャップス、これです。これめっちゃ重いの、あのなんだろうな、 750g とかで、まあ、1キロいかないんだけど、かなり重いチュッパチャップス、あの小さい本物ってほらなんか手に持ってチュプチュプ舐めるようなサイズでしょ、これジャイアントめっちゃ重いです。これもうドッカンとこれウェポンになるような感じなんですけどね。ちょっとね、あとは何、ちょっと缶を今から缶のコレクションいっぱいあるんですけど、これはちょっと壁飾り、やっぱりちょっと今こっち夜なので暗いですね、あんまり綺麗に見えてないんだけど、ちょっとね、捨てられなくてですねこれ、今ここちょっと洗濯ルームです。これはなんだ、アイロニングボード、アイロニングボードだよね、アイロン台なんですけど、いちごので、ちょっとここも物置っぽくなってるので、これはやっぱり日本の人には珍しくない傘ですけど、いちごの傘ですね。この辺がこの前インスタに載せたあのデンマークで買ってもらったいちごビールの空き缶です。そこの中の一つはあの日本のいちご友達さん抽選して当たった人がいるので、1個日本にこの次行くとき持ってきます。これもあれかな、抽選で当たった人がいたかな、
この辺は結構ね、なんかアメリカのね、いちごの牛ちゃんとかね、あの空港で売ってるかな、よく。これもスーパーでねよく売ってます。ペリエのいちごでしょ。でこれね、これはなんと、もうネットとかで全然手に入らなくて、それがなんと日本で買えたので、逆に日本で買ってもらってこっちに送ってもらったんですよ。これあれかな、サンディエゴのいちごビールかな。もうアメリカとか全部売り切れてて買えなかったのに日本で買えたという。このビールも、いちごビールもサンディエゴで作ったやつです。この辺はあのなんだ、スパークリングウォーターですよね。これはビール、これはハードサイダーって言って、なんかアップルサイダーにアルコールになってる発泡酒かなですね。でこれはあの箱がこのいちごの、これはあのいちごがこう入って売ってる箱、小さいパッケージで売ってるいちごの、箱です。これ結構メインストリートっていうブランド名、かわいいでしょ。これはちょっと今物置を映して、物置というか洗濯ルームを映してますけど、これは大きな、なんていうのかな、庭に飾るような、庭に飾るのかな、旗です、バナーです、フラグか。これ日本のですね。この飾り、ちょっとカーテン代わりに、目隠しに使ってるんですけど、これは長靴、こっちちょっとショートブーツ、ちょっとここにもビールの瓶がありますけど、全部いちごです。これストロベリーショートケーキかな長靴。これはなんか前のアビータのちょっとこう地味めの、でもこれ黄緑がねベースで可愛いでしょ。で新しいデザインは、これ違うか、アビータの新しいデザインはまた他にあるんですけど、いちごエプロンでね、だいたい日本の人にはね、これあれだよね、あ、これがこの間、これも載せたかな、インスタのいちごアカウントには載せてるんですけど、これね、これかわいいでしょ。これがビタの新しいいちごのデザインのいちごビールです。これはさっき見せてたいちごビールの違うやつ、こんな感じです。それで結構あ、そうだ、なんかね、結構知り合いの人とかがなんかいちごあったよとかって言ってしょっちゅうね買ってきてくれるんですよ、リサイクルショップで。これ結構最近のベスト、見てこれ、いろんな形のいちごがついている、なんかちょっとキャンディー入れみたいな感じ、すごいでしょこれ。でこの後ろの飾りと、これはね、これ前にも見せたことあるけど、これ私作ったんですよ。これはいちご服着てるバービーちゃん、うちの娘が、なんていうの、今バービーっていろんなのがあるんですよね、アジア系とか、ほら肌の色違ったりとかさ、体型も違ったりとかね、いろんなバービーちゃんあるんですけど、この人アジア系バービーの顔しててちょっとイチゴドレス着てですね、これはあれなんだけど、このイチゴカウチ、これティッシュボックスカバーなのね。これちょっとこうやって隠すと、これね、誰かのブログにね、買ったやつが誰か載っててむちゃくちゃ可愛いので、ちょっと作っちゃえとか思って作ったんですよ。これだからね、ほら、イチゴボックティッシュボックスカバーなんです。クッションも作りました。これはデコパージュっていう、ほら、ペーパーナプキンをこう薄く
あの剥がして薄く、一番薄くなったところをこう切り取って、なんか糊で貼って、上からも糊をこうつけて、あの作ったんですね。だから切れの上にね、これデコパージュしたの、これ全部あのペーパーナプキンを剥がしたやつ、これもそうで、カウチ作ってみました。よいしょ、今何分かな、これもうちょっとここねカオス状態なんだけど、これ結構ね、いちごの箱、いろんな箱があるでしょ、みんなあのなんだろうな、小さいパッケージ、プラスチック の, あのパッケージ入ってて、こういう感じ、こういう感じでこの中にいちごが入って売ってるんですよ。でこれが、この小さいパッケージがこの箱に、紙の箱にこうやっていっぱい入ってて、お店に来るのね。おっと、これなんかもう最近のヒット作、すごい可愛いでしょ。箱のね、あのなんていうのかな、こう木の木目のプリントがしてあって、かなり可愛いよね。そうそう、そのいちごのパッケージの蓋も結構集めてまして、こういうやつとかね、これも数年前の大ヒットというか、もうクイーン、ラベルのクイーンみたいな感じ、いちごの形がもろにラベルになってて、このだからこの箱みたいなね、こんな感じになってて、いろんなデザインがあるんです。これもすごい いろいろ集めてるんですけど、さっき見せたランドリールームにあった箱 あのパッケージが、いちごのパッケージがこれですね。で隣にこれなんかもう飾るとこないからでかくてここあの私の好きな黄緑いちごコーナーです。あのこれ、このジャーとかも結構、もちろん赤系はねいっぱいあるけど、もうこの黄緑超レア、あのいちごともさんからの情報で即ポチったという。そしてこれもなんと、みんないちごともさんからの情報で、普通はねここ真っ赤で、あのケーキカバーって言って、ここよいしょ置いたここ、あの台になっててケーキ乗せるんですよ、ホールケーキで、こうやってあのカバーかけるっていうやつですね。でこの後ろにあるのはちょっと白いちご、ピンクいちご系で、あの私の大好きなあのいちご絵を描いてくれる、あの庭康子さんの作品です。これはすごいでしょ、黄緑系好きな人にとっては。あ、ゆみちゃんこんにちはあのもう大好きな絵なんですよね。これあのこれも康子さんの作品です。これ結構あのこれはね、顔彩アートって言って、顔彩あのよくなんだっけ、絵手紙とかああいうの作る顔彩あのっていう顔彩ペイントで描いた絵なのね。ちょっとあのニュアンスがこれだと伝わりにくいけど、すごく丁寧にね色がのせてあって、もうほんと綺麗なんですよ。そう、この辺緑いちごコーナーでね、これ最近ですね、最近のお気に入り、これなんだっけ、飲むヨーグルトなのでちっちゃい入れ物に入ってて、あ、まさこさんこんにちはこれあの結構いちご好きな人ってね、緑が好きだったり、緑と赤のいちご合うでしょ、私は黄緑が好きなんですけど、結構あの緑色ファンが多くてですね、これはいちごともさんが手作りで作ってくれた、なんだろう、これあのペットボトル入れるやつ飲みたい、そう、これ美味しかったよゆみちゃんこれ結構美味しいんだけど、これはあの冷蔵もんだからね、日本に持っていけないね。これはあれかな、あのなんだっけ、ドリームキャッチャー、これアンナちゃんが作って販売したやつだったような気がするんですけど、それでなんかもうあのカオスな状態でいろいろ置きっぱなしになってるやつをもう片っ端からちょっと見てもらってますけど、これナプキンね、これなんだっけ、テーブルクロスとお揃いのナプキン、これかわいいでしょ。これはランチョンマットか、
ランチョマット、これみんな持ってるよね。これ日本のあのいちごコレクターの皆様は大体持ってると思うんですけどね。これはなんだ、ちょっとあのヴィンテージ風の、これね、あのナプキンになってますね。これかわいいよね。これがで同じ柄っぽくて黒、ほらちょっとナプキンもあれかな、あのプレゼントにしよっかな。一番最後にね、プレゼントの商品を、一応並べます。だから欲しいのあったら、メッセージください。抽選たくさんいたら抽選になります。この黒いいですよね。これはなんかちょっとだけ綺麗を、あのなんだろうな、カフェカーテンみたいな感じかな。ちょっと小さいんですけどね。これ黒でちょっと変わってるでしょ。でこれはあのこれなんかね、なんだろう、こういう薄い切れで作ったあのねエプロンになってて、であのナプキンがここに入ってて、私黄色が大好きなのでこれ超お気に入り。これあのナプキン、ここにもナプキン、これあこれはナプキンじゃないや、これランチョンマットだ。一応長四角でしょ。この黄色がめっちゃ可愛くて、こっちがナプキンですね。大好きなんですよこれ。この黒のこのこれ2枚か3枚あるから、これプレゼント企画に入れようかな。これプレゼント企画ですね。そしてあとあるのはこれはさっき最初に写した、これボール最初に写したこのクロスとお揃いですね。こっちにもこっちに、なんかこの辺に置いてあるの、あこれだ、これなんかねサワーエールとかっていうやつ、これいちごのなんかねすごく酸っぱいあのお酒ですね。この辺はなんかね、あのその結構私がいちご好きなの知ってて、なんかリサイクルショップ であるとみんなね結構買って持ってきてくれるんですよね。だからねどんどんね溢れ始めたので、もうねなんかね床に置いてるっていう感じなんですけどね。ゆみちゃん遊びに来てね。ねあとはね、あこれはあれか、なんかあそうだ、このこれね、ちょっと待って、ちょいこれ、このコーナーはこれはちょっとね、あのキャスキッドソンの、これも日本の人みんな持ってるあのキャスキッドソンって、UK だかなんだ、イギリスの会社の、これもあのシャンペーングラスみたいなやつ、これはちょっと出してですね、ここにな、他にこれピッチャー、ちょっと待って、これかわいいでしょ。これ全部プラスチックですけどね。この中がですね、なんだろう、料理本系です。これみんなあのいちごのいちごを使ったいちご材料に使ったあの料理本ですね。あとはちょっといちごの絵本でしょ。これも料理レシピが入ってる、これかわいいでしょ。でこれもこれなんか結構なんだっけ、ネットで見つけた1970年代のねクックブック、これかわいいでしょ。もう結構なんか古いやつだからちょっと汚れてますけどね、これもいちごのレシピばっかり入ってんの。これで、あとそうそう、これはあそうなんかこれはこれもやっぱりいちごのなんか、これはクッキーとかマフィンとかそういうやつかな、あレシピ本です。これも可愛いよね。そしてですね、なんかいろんなものがごち�ゃごちゃこれはこれは小物入れ、白いちご、じゃじゃーん、でよいしょ、これ重たい。
これなんかね、ブルーストロベリークックブックっていうの、ちょっとこれもなんか70年代な感じがして面白くない？ちょっと70年代風のヘアスタイルのイケメンがいちご、これブルーストロベリーをね持ってます。これ面白い料理本でですね、これはね、なんていうのかな、レシピってこう分量とか何も書いてないの、すごいなんか大まかな感じで。でもこれなんかほらちょっとコレクターズアイテムでしょ、ブルーストロベリーとか、ちょっと買っちゃったんですけどね。あとはね、この辺、これなんだっけ、あ、これもいちごの Joy of Strawberries、 いちごの料理本ですね。これね、これはなんかね、いちごの育て方っていうパンフレット、いちごの育て方。それでこれはなんかなんだろう、あ、レシピを入れるバインダーみたいな感じで、これこそいちごデザートで、これフロリダストロベリーズって書いてあるんですけど、これもさっき言ってたけど、あのフロリダいちご農協みたいな、ストロベリーアソシエーションというところがあって、なんか、あ、私のあの娘が作ったいちごドキュメンタリーを見て、で私のインスタ見てなんかね送ってきてくれたんですよ、あのストロベリーフェスティバルを紹介してたから、あのいちごフロリダの、プラントシティっていうところにある、これも可愛いでしょ、これレシピファイルだね、中は普通か、外が可愛い、中は、あ、中になんか入ってるぞ、いろいろ、なんか中に何何、なんかいちごのものがなんか入ってるかもしれない。そう、これだからこのレシピ本はね、あの送ってきてくださってもらっちゃったんです、プレゼントに。あ、これなんか懐かしい、え、これなんだろう、あ、これあれだ、見てこれ、これいちごの風船、ちょっと待って、これほら、あ、これ、いや、結構でかいんだ、あ、でかっ、あ、こんなんあったんだ、あ、これなんだ、なんだろう、ヘリウムとか入れて膨らますやつかな、そしたらプカプカ浮くやつですね、え、こんなの持ってたんだあの今回これミステリーツアーとか言ってんですけど、なぜかというと自分ももう何がどこにあるのか忘れてるから結構これ大きい、パーティーとかに使えるね、あのヘリウム入れたらそう、なんか自分でも忘れたもんが今出てきて楽しいんですけど、あとちょっとなんだっけ、もう入れるとこないから、なんかこんなこの下に入れてるフライパンです、オプス、フライパン、これはこの間ヨーロッパ行った時にプレゼントでもらった、何かっていうと、これパイ型です、ほらこれかわいいよね、パイ型、バルーンかわいいでしょ、なんかすごいでかいよこれ、あのほらヘリウム入れたらプカプカ、これは飾る場所ないからここに入れてあるいちごの飾り、これもまだ飾ってない、何があるのかな、これお皿お皿かわいいね、この柄、あ、こっちの柄がかわいい、お花がピンクで、あとこれはね、なんかね、これこそなんか70年代のなんかブリキのお皿、これとお揃いのカップがさっきあったな、マグカップ、そこさっき出したやつ置きっぱなしなんですけど、ちょっと待って、これでしょ、これブリキのお皿でしょ、そしてこれがおそろのカップ、かわいいよね、でなんかあれがあったんだよな、あ、ブリキの缶もある、ちょっと待って、これほらおそろでしょ、
すごい今出しっぱなしですごいことになってますけど、ほらおそろだ。でこの中になんかねコースター入ってたんだよね。ちょっと待って、あ入ってる、ちょっと見て見て見て本人忘れてたから自分のものなのに喜んで、見て見てこれほらかわいいでしょ、見てこれほらこれ紙のコースターなの出てくる出てくる、本当に忘れてた、この缶の中にこれが入ってたの。ほら紙のコースターなの。これをねなんていうのほらラミネートしたらさ、あのいつまででも使えるってやつ普通はこれ紙でさコップ乗せたらさ濡れちゃうじゃん、で捨てるやつなんだけど絶対捨てないよねこれかわいいって自分で見つけて喜んでいるという。こんな感じかな。結構何分経った、ちょっとそんなに長くやらないようにと思ったんですけど、さっきのところに戻ってまいりました。あのいちごのなんか本とかね、結構みんな絵本とか持ってるよね。これね、これみんな持ってるやつね。これはちょっとあのこれあれかな、フルジャストルベリーフェスティバル行った時にアンティークショップにあったなんか地元の人が自費出版したみたいな、いちごレシピの本です。このなんかちょっとレアものだよね。あとはね これもなんかきっと前買って日本に送ってあげたいちごフェアリーの、かわいいでしょこれ。そうそう、これはあの空港にある私の好きなお店、ネイチャーテーブルの、ネイチャーズテーブルの入れ物洗って取ってあるってやつです。そんな感じですかね。まだまだなんかもう延々とあるんですけども、あのこれちょっと待って、こういうのこれもこれなんかねいちごを入れる箱だよね。こうやってほらこれこうやってあのいちご入れてね売ってるんですけど、その箱だけくださいみたいな感じでいちごはあの旅行中だとさ生いちごいっぱい買ってもさ食べきれないじゃないですか。あの旅行中だから何あのジャムにするわけにもいかずみたいな、だからあの箱なんだけど、ちょっと箱だけ売ってみたいな感じでよくね迫ってね売ってもらうんですけどね。これはさっき見せたいちごのビールのあの何箱、これ6本入るやつ、これもさっきのいちごビールの、これはストロベリーショートケーキ味のビールの箱です。これ何かな、何あこれただのなんかクーポンだ、クーポン。ここになんか隠れてたのはなんかこれいっぱいあるよ、何枚あんのこれ、いっぱいあります。12345枚もあった、ブリキのお皿かわいいねこれ。とりあえずあのこれごく一部ですけどなんかごちゃごちゃの状態のまま、出しております。このエーボンのやつってみんな持ってるよね、あのお皿とかいろいろ。この辺なんかあるかな、あこれさっきあのいちご絵を見せた安子さんが描いてくれた、これもなんかちゃんと壁につけたいんですけどね、ちょっとなかなかそこまでいかなくてつけてないんですけど。ではですねちょっとプレゼント何しようかな。結構これからいちごの断捨離しようと思ってるので、さっきのナプキンでしょ、あこの辺映してないかな、ピッチャー奥の方に
このプラスチックのコップとか欲しい人いるかな。これ前何あのこれ多分あんまりないと思ってるのはターゲットっていうあのスーパーで、ちょっと待ってね、ドイン、ターゲットっていうスーパーで、なもうずいぶん何年も前に出たやつなのね。あので、1回しか出ないの、もうシーズンでさなくなっちゃうからさ、もう 1回出た時しかあの手に入らないってやつなんで、これかわいいでしょ。これもプレゼントにしようかな。大きなの1個、小さいのいくつあるんだろう。そう、これはね日本の人にはおなじみのあれですけど、これ結構かわいいでしょ。これも緑の好きな人には、あと、あ、これこれ、ちょっとなんかさ自分でも何やったか忘れちゃってるからさ、あれ、あ、これじゃないよ、これは箱だけだ。なんかこれ、あれどこ行ったのかな、これになんかティーバッグを乗せるお皿ってあるじゃないですか。ティーバッグ使った後にポンと乗せるお皿が、あのティーポットの形してて、何個ぐらい入ってるの、4個入ってて、でこれは、あ、その空き箱なんだけど、なんかね誰かがねそっくり同じやつね、もう一個送ってきてくれたんだよな。あれどこ行っちゃったかなそういうの、なんかあれどこ行っちゃったんだろうって言って、どこ入れたんだろう、あのティーポットの形の、あのなんていうの、ちっちゃなお皿、すごくね可愛いんですよね。あのね、どこ行っちゃったのかな、新品でさ、これとそっくりなしでティーポット型のティーバッグが、ティーバッグを乗せるお皿だ、ティーポットが、これと、よいしょ、じゃあこのちょっと、小さいの1個と、あ、結構なんか長いのがいっぱいあるな。え、何を1枚しか持ってないって言ったの、ゆみちゃん、ごめん聞いてなかった、なんだっけ、このコップ、あの大きいのとちっちゃいのセットで、これね、あとこの黒地のいちごのナプキンでしょ。でこれはさ、なんかラミネートしたらあれかな、かわいいよね。これのね、あのね大きいのもあるので、今ここにないんですけど、それもつけちゃおうかな。じゃあこれ、これラミネートしてあげる、これ4個でしょ。あと何がいいかな、もう一品ぐらいなんかないですかね。これなんかね隠れてるのはですね、よいしょ、これはさっきの黒のやつでしょ。 Hi cat I'm going to do an English version tomorrow, so wait for it. This is for a Japanese audience. Sorry. そう、これもさっきのでしょ。でこれランチョンでしょ。これはねフロリダ、さっきのストロベリーハウスで、あ、から買ってきたやつだから、これ1枚しかないんだよな。これもナプキンでしょ。これ、うん、これもね1枚だけ、これ結構かわいいっしょ、タオル1枚しかなかったね。2枚あったら1枚プレゼントにするんだけどな。
これはこれも団長マットか、団長マットとナプキン、ナプキンです。いや、はい、でこれ結構このなんか赤と黄色のねいちご好きなんですよね、このコンビネーション。これのなんだっけな、グラスコップがあるよね。そしてこれはね、大きなテーブルクロスもあります。今2階のベッドルームに引き出しにしまってるけど、これも可愛いよね。これでしょ。お、これはなんだ、これコースター、いや、いっぱいある。これはフロリダ、これもストロベリーフェスティバルかな。裏がこんなんで可愛いでしょ。でもちょっとこれね、古いからね、色がこう落ちちゃってる感じで。あとはね、はい、シャーリー。これも面白いでしょ。これはどこで買ったのか、どっか旅行の時。これはキッチンクロスっていうか、あれだ、うん、台所で使うやつ、布巾みたいな感じです。これはあとはもうタオル、これもタオル、意外に自分で忘れてたもんが結構出てきた。Pewter strawberry earrings, that sounds good. あ、ピューターで思い出した。Say you mentioned pewter and then, これ、ちょっと待って。これちょっとレアだと思わない？ Yeah, this is like, you know,It's a pewter, it's a metal strawberry plate. いや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 、ユミちゃん地元すごいでしょ。これはみんな長いことコレクターやってる人が多いからね、すごいですよね、きっとね。この緑のやつも結構好きなんだけど、これはそう、これ This is also my favorite. この黄色いやつ好きなのね。これさっきカップ、コップだね、マグカップがおそろでありました。結構こうかわいいでしょ。よいしょ、そんなもんかな。とりあえず台所のですね、ごく一部をお見せしました。そう、これがおそろいでしょ、かわいいでしょ。あとなんかももとないかな、プレゼント何がいいですか。これのさあれがあったらさ、あれプレゼントにしたのにな。自分でどこ行ったかわからない、どこに入れたか覚えてないという、残念ですが、出てきたらまた、もしかしたら英語バージョンの時に出てきたらね、英語バージョンももし聞いてくれたら、プレゼントどうぞ応募してください。プレゼントしますから。英語バージョンの方はね、違うプレゼントになると思うので、よかったら英語バージョンも聞いてください。時間的にね、日本の夜中になっちゃうかもしれないので、動画あげます。英語バージョンも動画あげますので、動画見てもらって、もしプレゼント企画応募したい方はどうぞ、日本語バージョン英語バージョンどうぞ両方とも応募してください。ちょっとごちゃ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 配信でごめんなさいなんですけど、そろそろではごく一部ですけど見ていただきました。こんな感じで終わりたいと思います。それじゃあね、もう一回あれだ、じゃじゃん、ぐちゃぐちゃになりましたが、この黒のナプキンとコップ
プラスチックコップと、これね、これセット。あとこれでしょ。あ、さっきもう一個お宝あったんだ。ちょっと待って。さっき見せてた、あれね。これこれ。さっき見せてたですね、お宝のですね、お宝のエイボンの、ちょっと待って、これお宝のエイボンのプラスチックのリップグロスコンテーナー1個、はい、これもプレゼントに入れます。なので1,2,3,4あります。ちょっと待って、はい、これエイボンお宝、これねパチッと開くのね。どうやって開けるんだっけ、片手なので。これこれほら、こうやって開くのね。中もちろん綺麗なんですよ、こう使ってないやつだと。ほらね、指輪とか入れたら可愛いでしょ。これコースター4個黒のナプキン1枚、そしてコップ大小1セットをプレゼントしたいので応募してください。全部応募してもいいよそれでドローイング、抽選しますので、で後から動画をYouTube に上げますので、それ見てもらって、欲しいなと思ったら、それでもその時でもいいので、まだ締め切りませんので、メッセージください。何でもいいです。 LINE でもいいし、インスタでも Facebook でも何でもいいので、プレゼント企画応募しますって。でもし欲しいのこれとこれとか言ってね、抽選に応募したい人、例えばコースターとコップとか全部でもいいし、あるいはこのリップグロスの入れ物かナプキンか、どれか1個でも欲しいのがあったら、言ってください、はい、それではとりあえずこの辺で終わります。もう一回今度はちょっとね英語バージョンでやります。 So I'm gonna do English version tomorrow.Let's see what time. The time is in my posting on Facebook, so please check it. I know that it's going to be an evening in Europe. And here, Eastern Standard Time, Bloomington, Indiana, it's going to be, it's going to be 1:15 p.m. here tomorrow, January 15th.So, please join me for a live tomorrow. I'm gonna do an English version. So, はい、ありがとうございました。それではこの辺で見てくださってありがとう。ではライブ終わります。バイバイ。